このおすすめはダンズ。このお店で一番甘いスイーツなの。ダンズですか。やめろアイリー、それは危険なやつだ。甘すぎて一口で目を回して倒れるぞ。大丈夫、絶対気に入るから。注文はお決まりでしょうか。私ダンズ。俺もダンズ。俺もダンズ。ダンズ。こちらは？ハグさん、彼もダンズで。おい。はい、ダンズ5つね。こら待て。俺はそんな危険物食わねえぞ。大丈夫、ラッドルアは甘党でしょ。甘党にも限度がある。ハグ、取り消してくれ。うちのダンズはすっきりした甘さで美味しいよ。最初はガツンとくるけど。ガツンとくる甘さってなんだよ。やっぱりハグさんも悪い人だ。それじゃ作戦開始です。一人になると息が吸えるの。誰もいない世界にほっとした。でもきっと本当は光さす一度二人を誘いたかったの。すごく美味しいのよアイビー。そうですか、楽しみです。最初は初心者向けメニューにしてほしかったけどな。なーに、誰にでも最初はあるもんだ。男ならドンと行け。ドンと。ま、甘いものは好きだからいいけどさ。それはそれとして、今日誘ったのは理由があって。実は緑の風に極秘任務を頼みたいんだ。極秘任務？ギルマスから頼まれたんだけど、俺だけじゃ手が足りなくてさ。信頼している緑の風だからこそ話すんだ。他の誰にも漏らさないでほしい。今から自警団と冒険者による特殊部隊が編成されて森に向けて出発する。その間町の守りが手薄になるので警備を手伝ってほしい。特殊部隊って、さっきギルマスが依頼していた仕事が、町がガラ空きになるほどの大編成って、一体何と戦うんだ？森の洞窟にオーガとオーガキングが救ってるのを見つけた。この間の討伐隊が退治したはずじゃ。打ち漏らしが見つかった。一箇所に集まってるうちに総攻撃をかける作戦だ。そのために特殊部隊が編成された。特殊部隊が森に出動している間、町は無防備になる。そこを組織に襲われたら大変だ。組織の元アジトを警備している自警団まで駆り出されることになってね。もし今あそこを狙われたらどうすることもできない。はい、
ダンズ5人前、お待たせ。では、ごゆっくり。そういうわけで、緑の風にも町の警備に加わってほしい。なるほど、そういうことなら任せとけ。うお、俺たちが見回ってれば悪いことをしようってやつはいねえさ。ハグさん、話を聞いたら言っちゃいましたね。やっぱりか。まずは第一段階成功ってとこだな。え、何の話？こっちの話だ。さてと、今からすごく大事な話がある。なあ、お前らどうして組織に手を貸したりするんだ？アイビーをさらっていくらもらえるんだ？そんなに金が欲しいのか？あなた何を言ってるの？食えよ。遠慮するなよ。それとも食ったらまずいものでも入ってるのか？俺からの選別、牢屋の中じゃ甘いもんは食えないぜ。諦めましょう、兄さん。なんだと？もういいでしょ、こんなひどいこと。そんなにお金が大事なの？ミイラ、裏切る気か？裏切ったのはお前たちだろ。町の人の信頼を無にした。知るかよ、そんなこと。剣を収めろ、お前たちとは戦いたくない。うるせえ、下がって。俺は防御スキルは持っていない。だから防御は自力で鍛えた。トルト、お前の持ってる防御スキルより俺の守りの方が硬いかもしれないぞ。試してみるか？この野郎！トルトの長剣スキルは星一つだっけか？俺のは星二つだ！こわっ！炎を封じりゃ2対1だ。二人がかりなら負けやしねえぜ。ラットラーさん、ヘアー、ラスタル、リーデル。何？くそ。怪我はない？アイビー。ミイラ、いいの、もうこんなこと、もういいの。ごめんね、アイビー、今まで騙してて。いいえ、ありがとうございます、ミイラさん。ミイラさんが助けてくれなかったら私たち。ああ、助かったよ、ミイラ。おい、何があった？フロフロのご主人さん。ちょうどよかった、この二人を連行する。手伝ってくれ。どういうことなんだ一体？私たちは組織を叩くためのおとりなんです。何？ちょうど今頃本体が作戦を始めているはずだ。こっちだ。
まさか自警団の中にも組織に雇われた奴がいるとはな。ここの3階の書斎に隠し部屋がある。わかった。おい、伯爵をお連れしろ。お、やばい、どうしよう。味方に知らせないと。でも誰が味方かわからないぞ。団長がいないときにこんなことって。みんなご苦労。ここの隠し部屋に金と書類が保管してある。特殊部隊とやらが森に向かっている隙に全部運び出せ。なんだこれは。なんだこれは。眠り玉の煙だ。眠り玉が、みんな出るな。え、なんだよこれ。伯爵、罠です。不意をつくってこういうことか。ええ、我々も不意をつかれてますけどね。後ろの奴らに。いや、奴らも不意をつかれた仲間だよ。9歳の子供にな。バークスビー団長には気の毒したな。よく言う。そんなことこれっぽっちも思ってないくせに。ああ、俺たちも気の毒だからな。こんな急展開になるとはな。いいじゃねえか。積年の恨みを晴らせる日が来たんだ。これもアイビーのおかげだな。そうだな。あの子に感謝してここは派手に行こうじゃねえか。うん。面白いことになってきたな。楽しむのはいいですが、失敗は許されませんよ。俺がしくじると思ってるのか。ほら、これはまさか。これもあの子の発案ですか。いや、シファルだ。安心しました。こんな物騒なものまであの子の発想だったら驚きます。だが後ろのバカどもにはお似合いだ。見事に裏切り者が先頭にいますね。まずは最初に俺とお前から片付けるつもりのようだ。証人を残さないためですね。それには一番強い我々を最初に潰す必要がある。これだけの味方から不意打ちを食らったらさすがの俺たちでもかなわないな。ですね。でもそうはいかない。アイビーじゃないが俺たちも敵の作戦を利用させてもらおう。アグロップ、準備、準備。よし、用意。半分。動いた。行くぞ。こいつら裏切り者だ。手伝え、俺が言う奴をとっ捕まえろ。俺
裏切り者を引っ捕らえろ。大型魔物用の捕獲アイテムだ。力を封じる強力な魔力が仕掛けてある。逃げられんぞ。で、団長、何をするんですか。お前たちのことは全部調べがついている。裏切り者め。ふざけたことを言わないでください、団長。周りの連中を見ろ、ガボジラ。みんな組織の仲間だろう。組織に加担した愚か者ども、思い知るがいい。ああ、悪い。犯人だけを狙うのは難しくてな。捕獲への協力感謝する。そんな。無事自警団の中の裏切り者を捕まえることができた。冒険者の裏切り者も俺たちが全員捕らえた。これもアイビーの立てた作戦のおかげだな。お手柄だな、アイビー。いえ、私は別に。いや、アイビーのおかげで町が救われたんだ。ありがとう、アイビー。話せ、無礼者。貴様ら、これがどういうことが分かっているのか。貴族に手を出してタダで済むと思うなよ、愚か者め。タダで済まないのはあなたの方だ、ファルトリア伯爵。フォロンだ。どうして。ギルドマスターがあなたの企みを見破って教えてくれたのだよ。ここに隠してある書類を調べればあなたの悪事も暴かれる。バカな。すでに王都には使者を送り、事件の詳細を伝えてある。追って沙汰があるだろう。神妙にするがいい。裏切り者はどこだ。俺が殺してやる。引っ張り出せ。気あぶれにしろ。まずい、我を忘れている。あの人数はやばいよ。このままだと暴動になる。みんなここで食い止めろ。みんな静かに。長年にわたってこのオトルア町に被害をもたらしてきた組織の一味を捕らえた。自警団から多くの裏切り者が出てしまった。そして冒険者からも。それについては深くお詫びする。裏切り者は誰だ。申し訳ないが、今はまだ逮捕者の発表はできない。個々の罪について確証を得られていないからだ。誤認はないと思うが、確証が持てるまで全ての発表は待ってほしい。そしてみんなに約束してほしい。捕まえた者たちには手を出さないということを。どういうことだ。ぶっ殺せ。火炙りにしろ。皆も知っている通り、罪人は奴隷落ちになる。しかし奴隷落ちが行く場所まで知っている者は少ないだろう。俺は知っている。罪を犯した者が行くところがどれほど過酷かと。そこでは想像を絶する重労働が待っている。自ら死を選ぶこともできず、毎日この世界のために働かされ続ける。それは言葉では表現できないほどの過酷な日々だ。まさに地獄だ。もしここで奴らを殺せば、奴らの苦しみもここで終わる。それで許せるのか。そんな簡単に苦しみから解放していいのか。俺は許せん。だから俺は奴らを確実に奴隷落ちにすると誓う。だから約束してくれ、奴らには手を出さないでくれ。団長さん、すごいですね。ん？あれって町の人に犯罪を犯させないためですよね。よくそこまでわかるね、アイビー。団長さんの言葉がなかったら、怒りが収まらない人たちが逮捕された人を襲っていたかもしれません。ああ、それでもし裏切り者を殺すようなことになれば、被害者が今度は加害者になってしまう。
そんなのは悲しすぎる。だから団長さんは全てを背負い込んだんですね。生きている間中ずっと罪を償わせ続けると、すごい人です。なんですか。いや、アイビーもすごいなって。ちゃんと理解しているんだね。すごいのは団長さんです。私も団長さんみたいになりたいです。え、アイビー、人生を諦めるのはまだ早いよ。そうだよアイビー、団長みたいになりたいだなんて。まだ未来は明るいから。お前はな、アイビーに余計なことを言うな。お疲れ様です。ありがとうアイビー、すべて君のおかげだ。さて最後の仕上げだ。もう一仕事頼むぞアイビー。ん？集まってもらったのは他でもない、今回検挙した組織についての情報を集めている。ぜひ協力してもらいたい。協力を拒む者は組織の仲間の権威がかかるから、そのつもりで。この人たち全部調べるんですか。ああ、アジトの周辺にいた全ての人間だ。アジトを監視していた奴を捕まえてやる。